皆さんこんにちは。今回はね、久しぶりに動画の方を更新していきたいなというふうに、思って、オナーリーグに着目したお話っていうのを、やっていこうと思います。うん。まあ先日ね、終了したばかりで、こういうね、輝く、オナー衣装なんかが、獲得できたわけなんだけれども、今回、まあオナーリーグに関して、どういう話をしていくかというと、いわゆる、カウンターピックの重要性、っていうものについて、ちょっとだけね、お話をしていきたいなというふうに思うんだけれども、そもそも、まずこの動画をなぜ撮ろうと思ったかっていうところなんだけど、今ね、八戸上つかさん、通称つかさん、うん、から、オナーの映像っていうのをもらってるんだけれども、それにね、私なりの解説というか、まあ、こういうところが利点、うん、こういうところが欠点かなっていうようなお話とか、どういうバランスでね、そのピックを選んでいるのかっていうところの解説動画みたいなのをちょっと上げようかなと思って、以前ね、上げていた、PVP のやばい奴ら、うん、っていうのに、まあ、合わせた形で動画を上げようかなっていうふうに思っていたんだけれども、言ってまあ、つかさんも、私も、今回、チャレンジャー隊、つかさんは30位台ぐらいだったし、私もね、なんとか40位台、ちょっと後半、ポイントは振るわなかったんだけど、残ることができてて、まあ、いわゆる上位層だけの話になってしまうと、ちょっともったいないなっていうふうに個人的に思った、部分もあるし、まあ、上位帯の話だけに留めてしまうと、なんて言うんだろう、まあ、課金してるからできること、っていうニュアンスがね、割と強くなってしまう部分もあるかなというふうに思ったので、今回は、まあ、比較的ね、新規の方にも、まあ、ちょっと意識的にね、VP やりたいよっていう人なんかは、こういうピック、いいんだなとか、こういうピックはむしろ避けた方がいいんだなっていう、そのバランスをね、覚えてもらえたらなというふうに、思っております。うん。で、まあ、それらを語る上で、まず現状、どういう PVP 環境にあるのかっていうところのお話、少しね、しておこうかなというふうに思うんだけれども、基本的に、まあ、物理なら物理、魔法なら魔法で揃える。これはやっぱり、パーティーの相乗効果を考える上で非常に重要になる部分なんだけれども、例えば物理軸で見た場合に、特徴のある英雄、ね、最近よく見る英雄誰かなってなってくると、まあ、筆頭はやっぱりカインなんだよね。カイン。で、タンクはロマン、が一番多いかな。デミアは以前よく見たけれども、最近はロマンの方が圧倒的に多い。で、次に、ネイラ。うん、やっぱり、デバフ解除、バフ解除を持った、DD の選択っていうのは非常に喜ばれる部分があるし、あとはニッキーかな。うん、これも修正がね、度重なる修正によって強くなったキャラクター、なんだけれども、まあ、このあたりなんかがね、非常によく見るし、当然だけど、対速攻パ、キラーとして有名どころとしてはリディアとか、物理軸ではそうだな、誰だったっけ、ザフィーラ、うん、なんかも割とね、育ってる方が多くなってきてるから耐久系ピック、いわゆる反耐久系ピックとしてロマン、ニッキーネイラをピックしつつ、後衛型の DD として、ザフィーラなんかを運用する人、これも結構多いだよね。まあ、あとはザフィーラの枠にリリア入れるとかっていう形の物理軸の編成があったり、逆に魔法はどうかっていうと、筆頭がまあ、シャミーラとか、ディマエル、あとはパベル、あと、新経由のキベラね、うん、対、なんだろう、速攻パをメタルためには、キベラなんかの有用度合いっていうのもめちゃくちゃ高くて、まあ、それがいい悪いのお話は一旦置いておいて、まあ、そういうね、キャラクターがすごく目立つようになった。パンシローネなんかもね、育て上げた人のパンシローネは PVP 運用もめちゃくちゃ強みがあるんだけれども、まあ、個々のキャラクターのその紹介っていうのは、今回はちょっと一旦外して、じゃあそういうピックをする際に、どういう英雄を、サポートとかタンクに運用するといいのか。逆に、敵がそういうピックをしてきた場合に、どういうキャラクターをこっちが意図的に、抑えて、ね、先にピックをする。あるいはバンをしていく。そういう流れを、こう、操っていくところの戦いが、オナーリーグには実際ある。ので、ちょっと今回はね、そういうところのお話、ちょっとまあ、漠然としたお話というか、イメージのお話になるんだけど、やっていこうと思います。うん。で、まあ、どっちかっていうと、現環境って、耐久、反耐久のビルドっていうのが非常にハードルが高くなってて、なかなか
半耐久、準耐久で上位に残ってる人って実は今もう非常に少なくなってきてるんだよね。でなんでそれが起こるかっていうと、結局 SWの強化によってディーラーをがっつり育成してる人っていうのは結構いるんだけど、耐久系統の編成で SW 込みでがっつり育てようと思うと、タンクや ヒーラーのソウルウェポンまでがっつり強化しないといけないから、相対的に見てコストがめちゃくちゃかかるんだよね。うん、だって耐久系統って要は速攻波の 初速の速い攻撃を全部受け切ってヒーラーまで込みで耐久できないといけないから相当ハードルが高い。逆に速攻波の人たちっていうのは速攻のそのね瞬間的な火力で相手の主要のキャラクターを落とすことができればそれで勝ててしまうっていうのが今の環境だから、耐久波、耐久系半耐久、込みで生存するのが難しいっていうのがポイントとして一つある。うん、でそういうのの絡みから、これちょっとビクトリーの話になっちゃうんだけど、今のビクトリーの環境を見ていくと、なんかあれだな、週末とメンツが結構違うな。うん、まあカインとかキベラとかシャミーラとかって結構ね数が多くなってるんだけど、なんでこういうキャラクターが人気なのかっていうと、結局、耐久パをガチガチ運用してる人が今非常に少なくなってきたがゆえに、速攻パが多くなると、環境的にね高速が増えやすくなるんだね。速攻パが、対速攻パをメタるために高速具を使う環境になってくる。で高速具が増えるとシャミーラが増えるっていう、こういう流れが今あるんだよね。シャミーラとかキベラとか高速具の影響を受けない英雄なんかが使いやすくなるっていう感じで、こうなんて言うんだろう、本来であれば耐久パもいて、反耐久系統もいて、速攻型の、編成があって、で速攻パでは準耐久を落とすのが難しいよっていうような状態とかの、こういうループができれば一番そのキャラクターがねいろいろ散らばっていい分布になってくるんだけれども、耐久パが耐久できない環境になってくると必然的にもう速攻パをねみんな主体として選ぶようになってくるんだけど、当然だけど速攻パの場合は対速攻パメタルだけであれば火力をそこまで意識しなくて済むっていうのがポイントとしてあるよね。でそうなってくると、じゃあ対速攻波の初速、敵のね、初速を遅らせるために高速を使おう、じゃあ高速を使う人が多いから、私はじゃあシャミーラとかキベラ使って高速の影響をなしにしようっていう循環が速攻波軸だけで今起こっちゃってる状態になるんだよね。耐久波にめっちゃ強い人って今多分もう2人か3人かくらいしか多分いないんだよ。うん、でそういう人と当たるよりも当然だけど速攻系統の人と、対戦する機会が圧倒的に多いとなれば、もう耐久波は勝てなくていいから速攻波メタれるように編成組んじゃった方が話早いなっていう風な発想になると、なかなかねこのなんだろう、ビクトリー内、今 PVP 内の循環が保てないっていうのが今の環境です。それだけね、速攻パーに、まあ、強い英雄がたくさんいる状況になっているのと、SW、耐久編成の、SW の強化っていうのが、まあ、ユーザー側にとっての大きな負担になっている部分。まあ、この2つがね、要因としては考えられるわけなんだけれども、じゃあ、どういうピックが、勝率を上げやすいですかっていうと、ざっくり編成を考えた場合に、基本的にね、ピックって5人のうち、タンクが1。で、理想系は前衛の DD が1体。まあ、要はタンクがバンされた時に、その前衛 DD が、まあ、サブタンク的な役割が果たせられるように、前衛のタンクはまず1体。で、前衛の DD が1体。そして、後衛の DD が1体。これは絶対に組めると強みになります。強みになる。で、ここから、じゃあ、後の2体を何を選ぶかっていうところなんだけど、いわゆるバフ消し、デバフ解消、この2種類を合わせ持つキャラクターなんかがいると非常に強い。だから今、ネイラなんかがね、割と注目されてるんだけど、火力も出せて、バフデバフ解除ができるキャラクターっていうのが、ネイラのすごい強み、になるし、ニッキーが、人気の理由なんかも、実は割とそういう気配があって、ニッキーって自身で、デバフを解除してから、範囲内の敵のね、バフを自動的に解除しつつ、
CC を与えて、要は動きを完全に無効化できるっていう強みがある。で、これ魔法編成で言ったらベルンなんかも割と近いものがあるんだけど、要はバフ解除とかデバフ解除のキャラクターの重要度合いっていうのがめちゃくちゃ高くなってきてるっていうところなんだよね。で、特にさっきも言ったみたいに速攻パが多い環境になればなるほど敵に与える CC の数もすごく重要だし、それを解除する、あるいは無効化できる AU の重要度合いっていうのが非常に高い。まあ、これがね、最近の傾向です。うん。で、その、なんだろう、育てるキャラクターの数が私少ないから苦手だっていう人が圧倒的に多いと思う。あるいはまあ、PVP 自体があんまり好きじゃないっていう人もいると思うんだけど、まあ、もしオーナーリーグやあるいはビクトリー、頑張っていきたいんだっていう人なんかであれば、まあ、正直育てておくべきキャラクターって今も現状決まっちゃってるんだよね、残念ながら。で、推しキャラで攻略をするっていうのに楽しみを見出せる人はぜひそれもね頑張ってもらいたいだとは思うんだけれども、やっぱりハードルがめちゃくちゃ高い。何のハードルが高いかっていうと異物になっちゃうんだよね。結局こういう編成組んだら強いかもしれないと思ったその編成を組むのに、例えば泉がね、2つ3つ凸の進んだ泉が必要になるとかっていう場合も、往々にしてあると思うし、そういうのってあんまり理想的なピックかって言われると、まあ、かなりねユーザー側に負担を強いるピックになっちゃうから、すごく難しい部分っていうのがあると思うので、今回私が紹介するのはあくまで、どっちかというとサポートメインかな、うん、のお話として、重要度合いの高いタンクとヒーラー、このあたりのお話をしていきます。で、まずなんだけど、そのタンクの重要度合いとして、最も重要な要素が、まず当たり前なんだけどデバフの解消っていうことで、魔法軸であるならばドザルタ、物理軸であるんであればロマン、これの2つの英雄がねやっぱり欠かせない。で、ロマンに関しては専用宝物、これね信念の帳、この SE の宝物を、所持させることで消費 MP が1減るから発動が2マスになるんだけど、2マスの発動って実は現状の速攻環境においては結構重たいんだよね。重たい。デバフ解除に2マスかかるってなると、なかなかね使い勝手がどうなのかなって思う部分はあるんだけど、敵が対魔法の編成を組んでるね、例えばシャミーラとかディマイルとか、ああいう系統の英雄を使ってる場合に、ロマン自体を魔法防御型のロマンとして運用することがもしできれば、この魔法防御のバフをロマンがね、味方に付与することができるから、本来ロマンをピックするのであれば自身は物理型の英雄をたくさん配置するのが望ましい部分ではあるんだけれども、逆にロマンをピックするっていうことによって、魔法防御力のね上昇バフなんかをかけることができるっていう強みもあるので、まあこの、2タンクが間違いなく今の主流、うん、ドザル、魔法軸であるならばドザルタだし、物理軸であるならば、ロマン、あるいは敵が魔法を型のね、強めの DD を入れた場合なんかには、自身は魔法編成であっても、ロマン、魔法防御型のロマンを取る、みたいなのが割とね、望ましかったりします。で、もう一体、絶対外してはいけないタンクっていうのが、リカルド。で、今ね、速攻パ型の、運用されてる人って、物理軸より実は魔法軸の方が圧倒的に多いんだよね。じゃあどういう英雄がいるかっていうと、本当に純粋に速い、キャラクター。なってくると、まあ多くの人が使ってるディーラーは、キベラでしょ。あと誰がいるかな。シャミーラでしょ。でディマエルでしょ。パベルでしょ。ユリアでしょ。うん。このぐらいが割と上位帯、まあ上位とかも関係なく多分どこのレベル帯でも見るキャラクターだと思うんだけど、リカルドの S2 なんかは。魔法防御力増加、プラス味方の代わりに、ダメージを受けますよっていう部分なんかもあって、リカルドをきちっと、まあ、できれば魔法防御型のリカルドっていうのを運用できると、まあ、味方にね、攻撃力バフ乗せたりとか、まあ、もろもろ、使い道がある。ちなみにこの S2 の効果は解除不可にできるので、速攻パを取られた場合には、リカルドをピックするっていう、やり方。これも非常に重要になります。で、正直、オナーで勝つっていうところに着目するんであれば、この3体の D、タンク以外の選択肢は現状削っていい。
育てなくていいっていう言い方をしてもいい。うん。オナーリーグに着目するのであれば。で、要は、デバフ解除役、そして、バフ解除役、兼、魔法防御の権威としてのリカルド運用。そして、デバフ解除のドザルタ。もうこの3キャラだけとにかく、持っていれば、宝物が嫁ってるとか、まあ、多少違いはあるんだよ。あるんだけど、基本的な考え方として、自身は多くの人は DD を育っている。ね。ディーラーを育ってるから、おそらくだけど、ソルポンが 2-20 まで強化できてなくても、敵の速攻 DD を落とせるだけの火力は十分に出せるはず。おそらくほとんどの英雄が。ソルポンを、例えばまあ、1昇格行くか行かないかぐらいであったとしても、敵の DD を落とすだけであれば、火力としては十分なんだよね。だから、そこ以外の初速を上げるために、バフ解除、デバフ解除役、そういったものをきちっと配置するっていう、これが、何よりも重要です。ちなみにまあ、ドザルタの場合は専用武器があるかないかで、S2 のね、デバフ解除の発動が1マス減少できるかどうかっていう大きなポイントになるから、私なんかは、別にドザルタがっつり育ててない。つい先日、このメインの宝物、が、二突になったけど、ずっと一突でやってたし、専用武器に関しては完全に無突。うん。まあ、ソルポン一応来てるけど、強化も特にするつもりないから、一応5まで上げてるんだけど、まあ、ソルポン効果とか宝物効果ってあんまり気にしなくてよくって、むしろ大事なのは、まあ、初速の速さだったりとか、ドザルトの場合はね、S2 とか S3 の効果っていうのもかなりね、恩恵としてでかいから、攻撃速度とか攻撃時 MP、このあたりをね、中心に積んでいます。うん。まあ、ざっくりこんな感じ。私はね、基本的にドザルタかリカルドしかピックしないんだけど、まあ、ロマンなんかも泉が、ね、余ればロマンも使っていこうかなって思ってたぐらいのところで、実際はドザルタとリカルド以外のタンクは、今回オナリーグではほぼ使用してない。うん。っていうところです。で、じゃあ次、その全 ADD の話になるんだけど、まあ、私は、今までビクトリーなんかでもやってる通り、ドザクリテミマリの編成を主体に、どこかバンされても CC 兼火力役として、運用できるテオっていうのを、ピックをしているわけなんだけれども、テオを入れる最大の利点何かっていうと、ディーラーを育ってる人たちの多くは、おそらくだけど、高 ADD に寄ってる人が圧倒的に多いんだよね。高 ADD。で、後衛のディーラーって、もちろん強みはあるんだよね。全体攻撃持ってるキャラクターとかの方が多いし、そういうキャラクターを使った方が、一見メタリやすいように思うかもしれないんだけど、実際問題、例えば編成の中にタンク2体、ディーラー3体っていう組み合わせって、バランスすごく悪いんだよね。まあもちろんだけど、それが物理軸でネイラもいてとかカインもいてってなってくると話別なんだけど、そこまで育ってるユーザーって圧倒的に少ないと思うから、どっちかっていうとイメージとしては、タンクが1体で前衛型のまあそれなりに火力が出せるキャラクター1体で後衛型の、全体攻撃を持っているディーラーが1体で後の2体を、サポート役あるいは敵へのデバッファーとして運用するのが一番理にかなってる。例えば私の編成でいくとクリシャが、デバフ解除敵のバフ消しプラス、魔法アンプ役だね。一応まあ CC も若干あるんだけど、まあ、どっちかというとメインはもう敵の、バフ解除役、緑の絨毯ね、敷く。で、マリアなんかが、完全に CC 特化型。だから、敵のね、襲敵役だったりとか、まあ、CC で動き止めるよ、スキルキャンセルさせるよっていう役割。で、テオなんかは、火力兼 CC だし、アルテミアは全体攻撃。で、ドザルタは当然だけどデバフ解除。プラス、まあ、タンクが持つね、ダメージ上昇の効果だったり、熟練者かな。うん。とか、魔法アンプ。あとは、ドザルト自身も襲撃ができるし、状態異常無効が2秒間だけつけられるし、とか、あと物理防御力の上昇ができるよっていうところ。なんかを、まあ、中心にね、私はその5体を基本軸としてピックしているんだけれども、要はそれって、私が考えるところの、いわゆる、バフ解除役、デバフ解除役、火力役、で、CC 役っていう感じかな。うん。こういう組み合わせでやってるんだけど、ディーラーをたくさん入れたら強いのかっていうと、全然そういう問題じゃない。例えば私今ね、ディーラー関連でいけば、アルテミア、テオ、で、直近でね、アイシャも突が成功したので、アイシャいるし、まあ、PVP で使うのであればユリアなんかも育ってるけど、実際取る DD って、まあ、アルテミアかテオか、ユリア。この3体なんだけど、
まあ、ユリアはほぼ取ることないから、基本的にはテミアとテオだけなんだよね。で、ディーラーはたくさんいた方がそりゃ選択肢としてはいいんだけど、基本的には2体いれば割と上位体まではやっていける。うん、上位体ってどこって言われたら、まあ、2の20クラスじゃなくても、正直、そのピックの特性をしっかりと理解していれば、1昇格クラスあったら十分じゃないかなと思う。なんでそうやって言うかっていうと、結局、今強い耐久パの人って、本当に、チャレ隊の10位、20位ぐらいまでしか多分出せないんだよね。それより下の方ってなってくると、もう現環境では、ある程度火力の出せる DD の火力には正直耐えられないと思う。ピックを崩せば。で、耐久パの場合、どういうキャラクターが嫌うかっていうと、結局、魔法軸で行くならば、クリシャのこの S さん。バフが獲得できない。回復力が減少します。こういう解除負荷の、デバフ解除効果なんかを打たれると、ものすごく耐久しづらくなる。現環境の SW を持ったディーラーの火力に耐えうるだけのバフとか、回復ができなくなるから、こういうキャラクターを一体ピックできるかどうかによって、敵は自動的に、ああ、もう俺耐久型だからクリシャ絶対ダメだってなったら、クリシャを NG、バンにしないといけない、っていう状況になるから、逆に言うと、自身はクリシャをバンされることを想定して、ディーラーを選定していくっていう感じが取れるといいんだよね。で、ディーラーを選択していくっていったところで、結局育ってる DD 出すしかないから、私の場合は汎用キャラのこの2トップを出すわけなんだけど、テミアなんかって、よく最近はね、テミアなんかが割と、なんだろう、PVP、やっぱ強キャラだよなって言われるんだけど、これ実際使ってみたらわかるんだけど、テミアってやっぱりね、スキルダメージ量自体は大したことないんだよ、実際。この効果がでかいから火力出るっていう印象が多くの人に多分あると思うんだけど、英雄でない敵に与えるダメージ量が、10スタックで 70% 増加するってことは、基礎ダメージ量そのものは、おそらくだけど通常の英雄よりも、多分、どんなもんかな、20%、30% 減ぐらいに多分なってると思う。うん。から、対英雄に対して強くは特に出れないんだよね。で、テミアの DPS が、跳ね上がる最大の理由は何かっていうと、結局私がやってる編成でいけば、マリアの襲敵があるから、S1 でのダメージがめちゃくちゃ上がるっていうだけで、それ以外に大きな強みは実際ない。これは使ってもらってる人だったら多分わかると思うんだけど、グレソのさ、4凸とか5凸、防御貫通が上がるね、このグレートソード、異物があると思うんだけど、これの凸が進んだのを持っている人であれば、それはテミアでも火力が出せるけど、逆の言い方したらそれ、誰でも大体火力出るよっていう話になっちゃうんだよね。ビルドをグレソ型に置き換えれば、攻撃力上げといて、クリ率上げといて、あとはもうグレソで防御貫通持ってってすれば、それ多分どの英雄でやったって、それ以上の火力が多分出せると思う。単純に、襲敵と合わせると、まあ強いよっていうだけの話で、テミア自体がめっちゃ強いわけじゃない。うん。から、逆に言うと、テミアで、PVP をする場合は、しっかりとバフを、かけてあげることが重要。バフとか敵に対するアンプとか、そういうのがすごく大事になってくるんだけど、逆に単体でも結構強いなと思ったのは、私、その一時期育て出したテオ。テオはね、割とあんまりそういうの関係なく結構ダメージ出せるな、こいつっていう感じがしてる。私、パッシブの宝物使ってるんだけど、何？バフ解除を最初にされない限りは、この、ジェーンのために発動率が 50% 上昇して、なおかつ攻撃速度が上がってる状態でバシバシ殴れるから、結構いい DPS 出るんだよね。それこそ、通常の戦闘見てると、テミアよりもテオの方が DPS 出てることの方が多い。ピックを崩されて、テオとテミア、あとはクリッシャー、ドザルタ、みたいな編成になった時に、どっちがダメージ出てんのかなって見ると、大体テオの方がダメージ出てるんだよね。だから、そのあたりもろもろ考えると、まあ、テミアは最適性ではないけど、テオは VP 関連では編成次第で最適性キャラの一人になりうるかなっていうふうに私は思ってるわけなんだけど、要は、アンプのかけ方、バフのかけ方、で、あとは CC、状態異常の取り方、マリアの襲撃なんかがテオとかテミアはすごく刺さるから、マリアっていう、キーパーソンがいて、あとはバフ獲得無効のクリシャがいる。で、アンプ役兼、襲敵兼状態上無効のドザルタ
これが要は私がオーナーでなんとか上位に残れた、ピックの最大の多分ポイントだと思うんでね。まあもちろん異物の凸がどうだとかっていうバランスはもちろんあるんだけど、ピックに理がかなってるからこそ上位体でも通用するっていう考え方なんだよね。でじゃあ私の編成ってこのドザクリテミマリテオこの5体のピック何が嫌なのって言われると、一番嫌なのは単純にだけど、レオとリカルトと、ボードワンなんだよね。で、ほとんど全ての人がこのキャラクターを嫌うんだけど、そういうキャラクターに唯一強く出れるキャラクターがシャミーラなんだよね。シャミーラ。レオのバフ解除は剥がせる。レオのバフ解除は受けないし、ボードワンの、無敵バリアは剥がせるし、リカルドの S さん食らったって、ね、器持ってる状態の時では、何もできない。だから、シャミーラなんかは、すごく、そういう、速攻パが嫌う系統の英雄に対しても強く出れるっていう強みがある。で、もう一体ね、ディマイルなんかも、割とその系があるかなと思うんだけど、ディマイルなんかも自身でデバフ解除できるし、まあ、敵への、なんだろう、バフ解除持ってるし、暗闇っていうステータスが速攻パにはかなりぶっ刺さる、CC として、ディマイル自体を運用してる人が多い。だからまあシャミーラとディマイルとか割とセットで使われるし、例えばパベル、シャミーラ対策なんかに育て上げたパベル運用してる人なんかもいるんだけど、パベルのパッシブ、宝物がね、今俺確かパッシブなかったんだったっけ？あ、これね。この宝物をごとつまですると、戦闘開始時に MP が自動的に1000回復するようになるんだよね。ごとつにすると。で、そこから1マス、増えれば、もうあと敵に全体攻撃ドーンで CC も取れるし、みたいな形になるんだけども、火力もかなり出るんだけど、パベルなんかは対シャミーラ型の、カウンター英雄になりうるから、パベルなんかを育てる人も多いんだけど、まあ、どういうディーラーを育てるべきかっていうのは、ちょっとまあ一覧でも出しとこうか。私が思う、魔法軸、物理軸、育てておくべきキャラクターというか、まあその辺のキャラクター育てておいたら、VP はどこでもいつでも上位に入れるよっていうようなキャラクターが実際もう今何キャラか選定ができるので、ちょっと載せておきます。うん。気になる人はまあ見てもらったらと思うんだけど、シャミーラなんかを出された時は、パベルなんかをピックできると当然強いよねっていうのがあるんだけど、結局、それって、たくさんのキャラクター育ってる人にしか選択肢がないわけだよね。だから、固定メンバーでどこまで対応できる幅を広げていくかっていうのがすごく大事。例えば、私がやってるドザクリテミマリ、テオの編成で、シャミーラを出された時に、対応できる手段は2つしかない。1つは、テミアに泉を持たせて、開幕、敵が走ってきてる間に、テミアの S1 を叩き込む。そうすると、走ってきてる間にスキル発動すると、だいたいシャミーラに当たる位置ぐらいに柱が落とせるんだよね。で、その S1 の攻撃で、要はシャミーラのバリア剥がせるから、シャミーラの攻撃、器を獲得している状態とそうじゃない状態とで、対象数も変わるし、威力も変わるから、シャミーラ自体が脅威にならないっていうやり方が一つ。もう一つは、これ配信中に私、ユーザーさんに教えてもらってやったことがあるんだけど、ドザルタがね、シャミーラの S に、CT 増加の攻撃があると思うんだけど、そのシャミーラの CT 増加に対して、ドザルタの S2 をピンポイントで使うと、実は CT 増加が、発生しないっていう現象がある。で、これ、ちょっと配信中の映像を右下にでも貼っつけとこうかなと思うんだけど、ロマンとリリアを、ロマンの S に、リリアの S さん、同時発動させて、シャミーラの S2 に被せてみたんだけど、リリアの攻撃止まらない上に、ほぼ打ち切れたんだよね。で、後々ちょっとクールタイム増加の影響だけがまた、現れるっていう特殊な状況が起きたんだけど、ちょっと配信の1コマね、載せておくんだけど、目押しができれば対策はできる。逆に言うと、シャミーラ使いの人は、それを見越した上で、S2 のタイミングをずらすか、なんだろう、S1、S3、どっちかからスタートさせるっていうのも、場合によっては考えてもらった方がいいかもしれない。うん。っていうカウンターの仕方が実はあります。だから、
大シャミーラが出てきて、あ、やべえなと思うんだ、あれば、ドザルタが残るようにピックを進めるっていうのも一つ、やり方としてはあるし、当然だけど、敵も、じゃあ、強めのディーラーばっかりを選定したら強いかっていうと、実はそうでもなくって、要は、タンクをバンしたらきつくなるであろう編成に、こっちがもうバンを調整することもできると思うし、シャミーラが残っている前提で、ボードワンとレオを、こっちがピックする。相手はシャミーラをピックする。で、こっちが先にボードワン、レオを抑えてしまうってなると、向こうはシャミーラをバンされた時の対策を考えないといけないんだよね。だから、そのあたりのピックのバランスっていうのを調整できれば、非常に強みがあるかなというふうに思います。うん。まあ、いずれにせよ、どういうキャラクターを育てるかっていうのは、人によって違うと思うし、最初は VE 方面をめがけてキャラ育成をしている人が多分圧倒的に多いと思うから、そのキャラクタープラスアルファもう1体、ディーラーはせめて2体、てかせめて2体というか2体いたらなんとかなると思う。うん、で、リリアなんかも本当にね、今も昔も変わらずやばいディーラーだから、育て上げると本当にね、耐久馬でも軒並み、1体で落としきるんじゃねえか、こいつっていうぐらいの火力で落とせるぐらい、最終的に強くなるんだけど、リリアは割とバンされちゃうんだよね、残念ながら。で、逆に、リリアを敵が取った場合は、ボード1とレオをとにかく取っておくこと。もうこれが必須になってくる。逆に言えば、敵はリリアしかがっつり育っていないのであれば、ボード1とレオをこっちが抑えた時点で、リリアは封殺できるから、リリア以外のキャラクターをどう攻略していくかっていう風に考え方を変えていくみたいなのがすごく大事です。うん。まあ、ものすごい漠然としたお話にはなっちゃうんだけれども、要は、主要キャラクターをしっかりと踏まえた上で、戦略を考えていく。で、自身がどういう傾向のキャラクターを取りたいか。例えば、まあ、レクイナ自分育ってるからレクイナ使いたいんですってなってきた場合に、レクイナって全員の2体のね、MP を、止めることができるし、まあ、ガード率とか、下げることができるよ、火ダメ増加できるよとかっていう、その効果ももちろん合わせて、レクイナをメイン DD として、運用するのか、あるいは全然育てないけど、CC 役として、私の編成でいうとこのマリア役、みたいなところだね。まあ、マリアとか、ドザルタでやってる、要は、CC 兼アンプ役、みたいな形で、レクイナを使用するっていうことも全然できるし、育て上げなくても使える英雄っていうのにきっちりと、装備を分け与えておく。これがすごく大事です。で、現環境においては、例えばだけど、カイン、うん、一応まだ私、ほぼ出すことないし、出しても私のカインビルドいまいちだから、全然役目を果たさず、ぬっ殺されちゃうんだけど、まあ、カインなんかも全員が持ってるわけだから、逆に言えば、トツなんかは全然しなくていい。宝物なんかも無トツでいい。一個持ってりゃいいから、そういう風な形の運用でも、装備のバランスだけしっかりと意識して、例えば自分が、耐久したいっていうんであれば、もうがっつり防御型にすればいいと思うし、自身が速攻パの運用をしたくて、もうとにかく敵の、バフ獲得無効を使いたいんだっていうことであれば、もう開幕から裏 S2 で裏に回ってから S1 打てるように、もう全部秒 MP で埋めるとかね、そういう風な工夫をするだけでも勝率はかなり変わってきます。ちなみに、これまあ、私今期の、チャンピオンと当たった時の会員映像もあるので、一応それもね、右下の方に貼っ付けとこうと思うんだけど、純火力型のディーラーを3体、プラス、ドザルタ。このね、上の3人。この上の3人の、マックス火力プラスドザルタを入れて、耐久編成、その、チャンピオンのね、耐久編成落とせるかっていうのをやってみたんだけど、全く削れなかった。全く削れなかった、その耐久パーが、カイン1体入れただけで、テオでね、削り切ったっていう映像を撮ってます。ちょっと、右、いや、どうしよう。載せとこうか。いや、これ結構面白いから、リアルタイム実況をつけて、お送りいたします。3戦やってるんだよね、この日。うん。で、これがまず1戦目。私の王道編成が、選ばれたので、今回の試合。まあ、もう先に結果を言っちゃうと、これはもう圧勝させていただきます。これはさすがに圧勝できる。うん。そういう意図で、ドザクリティミオリ、本当は組んでるからね。対耐久パーをメタるために、
手宮でもなんとか削り切れるだけの火力をっていうことで組んでる編成だから、これはまあ俺としては削れて当然だなと思ってね。334勝21敗やぞチャンピオン、すごすぎるやろ。まあでもそんなもんは不構いなしというわけで、ゴリ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 削って、はい、カウンターを受けそうになるんだけど、はい、なんとか耐えましたということで、1戦目は勝利と。でこの後よ、何が面白いって、はい、敵の番を見てクリシャに変わったよね、うん、でこの段階で敵が、この1チャンピオンだっていうのはもう分かったから、どうしようかなと思って一回ガチ DD 編成でやって抜けるのかっていうのをちょっと試してみたかったんだよね。うん、まあバフを解除できないと、なかなか倒せないとはいえ、私の編成の中で例えばベルン、とかは全然装備もつけてない状態だから、ベルンじゃちょっときついよなっていうのもあるんだし、レオなんかの単発のバフ解除ではあまり意味がないから、そういう意味で、ディーラー3体ガチ火力勝負やってみたんだけれども、これもねなかなか面白い試合になった、ね、参戦中2敗を、彼にプレゼントするというこの大それた企画。いやこれね結構衝撃だよ。アイシャはこの時1昇格の20で、それ以外は2の20で、やばない減り方の少なさやばない。これが要は耐久パにとっての一番の強みである、いわゆる、バフの獲得恩恵なんだよね。だからロマンとレピで、対魔法型のその防御バフがかけられるんだけど、でこれ3回目、はい、もうクリシャを敵がバンした段階で、私が動きます。なんと普段ピックをしない、カインさん取っちゃいましたいやっていうか相手がカインをね、装備ついてないんだけど、相手がカインを取るっていう選択を取られちゃった時点で、こっち後手に回るのも分かってるから、初手にカイン取ってやれと思って取ってみたんだよね。正直あんまりあのたまにね取るんだよ、あのカインめっちゃ使う人がバンバンバン当たって、だいたい勝てないなっていう展開になった時は、私自身はカインをもう正直言うと使う気がないから、あのあんまりこうなんだろう、積極的に取らないんだけど、今期のオーナーの中で何回かもうこの人のカインいるとちょっとさすがに勝てんわっていう人の時、当たる人の時だけ何回かピックしたんだけど、まあ大体カイン取ったら負けるんだけどね、今回は違うぞというところを、ちょっとねお見せいたします。これもなかなかね私自身驚愕だった。ま、相手がもう分かってるわけじゃん、もうクリシャバンなんてする人この人しかいなかったから、その時、なんだけど、チャレンジしてみます。ヒーラーバン、そしてテミアを S1 型の超越に変える。でマリアは、味方全体に攻撃力バフ乗せられるように、調整をしているという感じなんだけど、はい、この編成、実際に火力が出せるのは、テオだけ。さあどうなるか。何回勝率見てもエグいよな。 94% ぐらいあんのかエグいね。さあやっていこう。はい、まず味方の保護を軽く決めて、はい、カインここで裏の S1、 はい、ドサルト落ちたと思いきやね、バフ獲得が無効になっただけでこれだけダメージ通るようになるんだよね。やばいでしょ。これがカインの実力なんだよ。そりゃみんな使うよ、こぞって使う。使わない理由がない、まあ要はそういう形で攻略を、することもできる。まあそれぐらい強いんだよね。で何が強いって、バフ獲得無効が一番強いから、まあそのあたりね念頭に置いて、プレイをしてもらうっていうのも一つやり方としてはあるかな。あとはまあどういうキャラクターを使いたいかによって
その細かなビルドってやっぱり違ってくる。例えばだけど、ミルニク型で行くんであれば、どうだろう。リカルド使うよりかはロマン入れた方がいいよなっていう気がする。なぜかっていうと、ニクスの S2 に、デバフ解除じゃない、バフ解除ついてるから、逆にこの編成型になると、レオ入れられたりすると、割とこう、あ、やべえってなっちゃうんだよね。リカルド、ロマン、ミルル、じゃな。リカルド、ニクス、ミルル。うん、このあたりをピックして、レオなんか、レオとかカサンドラとか入れられ、敵が取っちゃうと、あ、やべ、どうしようってなるんだよね。だから、リカルドじゃなくて、やっぱり基本的なスタンスとしては、ニクスとミルルを取るんであれば、ロマンを必ずピックする。で、ロマンが先に取られたんだったら、もうドザルタでいいからドザルタ取っちゃうとかっていう組み合わせが、割と強かったりするし、逆にもうそこにカインを入れてしまう。で、バフ獲得、違うな、状態上、無効効果を獲得する表の S に、表の S1 かを取ってしまうとかね。そういうのも、方法としてはあるかなっていう気がするので、まあ、うん、どういう編成がいいかって言われるのと難しいんだけど、自身のやりたいことがスムーズにできるように、ピックをすること、もう一つは敵が、その編成においてスムーズにできないであろう展開を予想してこちらがピックを誘導すること、この二つがね、非常に重要になってきますので、まあ、そのあたりね、意識的に、考えてもらうのがいいかなというふうに思います。まあ、ディーラーはね、育て上げていれば、タンク枠、あるいはその、レオとかカサンドラみたいなヒーラー枠に関しては、がっつり育てなくても全然使える。うん。ちなみに私、今季本当にね、マスター隊の人とかにもバンバン負けてた。チャレ隊のそれなりに上位の方残ったとは言うものの、うん、結構負けたね。だからリカルトとかボードワンとかレオとかを先に抑えられて、あとはもうね、全体攻撃ができるリリアとか、あと誰かな、まあ、パベルとか、そのあたり入れられるだけで割とね、壊滅的な状況になることが多かったから、そのあたり本当にね、ピックをこだわれば、割とね、上位の編成にも届きうる、そういう環境になってきてるかなというふうに思うので、意識的にね、そういうキャラクター、宝物とか武器まで育てなくていいよ。ディーラーだけでいい。育て上げるのはディーラーだけでいいんだけど、逆に言えばディーラーをきちっと育て上げた人は、そういうサポートキャラの装備バランスだけ、しっかりとね、整えてあげるっていうのができれば、よりね、上の階層に進めるんじゃないかというふうに思いますので、まあ、参考までにね、そういうお話を今回させていただきます。で、まあ次回はね、その塚さんの、PVPのやっているところと、まあ私のやつもちょっと載せとこうかな、というふうに思うんだけれども、まあうん、参考になる部分がね、かなりあると思う。耐久馬きついきついってさっき私言ったけど、キャラクター次第な部分はあるんだけど、割とねタフだよ、耐久馬も育て上げれば。だからそのあたりもね、まあ今からの環境の中で VP もっと頑張っていきたいなって思ってる人の参考になるようなね、お話がちょっとできればなというふうに思っていますので、今回の動画含め次回の動画にも期待していただけたらなというふうに思います。今回は以上です。ではでは。